大久保利和から1945年1月20日は、日本の実業家、政治家、家族、貴族院公爵議員、通称、被告間、彦之進。薩摩国鹿児島郡鹿児島城下で、大久保翔介と、マスコ夫妻の長男として生まれる。明治4年岩倉施設団に随行して渡米し、普通学研修のためフィラデルフィアの中学校に入学。 1874年に帰国して、改正学校に入学した。1878年、19歳の時に、父、歳道が暗殺される。同年、父の勲功により、家族に列し、1884年7月7日に、公爵を助尺。1885年、大倉県小書期官となり、さらに大倉省主計官を務めた。1890年2月、 帝国議会解説に伴い貴族院公爵議員に就任した。1878年10月、東京青森間の鉄道建設計画に参加し、また1881年11月に岩倉智美らと日本初の私鉄、日本鉄道を設立。その後、後部鉄道の副社長、社長を務めた。1894年、 沖縄鉄道を出願したが資金難で実現しなかった。1928年6月5日に隠居し、貴族院公爵議員の資格を失い、夫婦の間に子がなかったことから、大久保公爵家の家督は、弟の年武が同月15日に相続した。教編、大久保年道文書第1から10、日本史跡協会総書日本史跡協会、1927年。 ありがとうございます。